倉重さんにはお世話になってるから、じゃあ言っちゃうね。これはもう一気に蓋して強火。一般的に教科書に出てる作り方はこの中で、アサリを口を開かせて仕上げていくんですけども、そうするとね、塩分濃度の調整が難しいんですよ。塩蔵物とこれは違います。アサリはどこに住んでる？海だな。海はしょっぱいよな。お気づきでしょうか。この殻はさ、生まれた時からこの大きさじゃないから、生まれた時はちっちゃいわけよ。これぐらいになるまでにこれ日数がいるわけでしょ。その日数、貝の間に海の香りとか海の塩分が蓄積されるわけよ。それを今引き出してるわけよ。ここにアサリの塩分とか旨味をこう油で引き出すところ、うちの企業秘密と言っていいぐらいの、テクニックなんですけども、